北前選手の館、右近家は、福井県南城郡南越前町高野にある、南越前町立の資料館。元北前選手の右近ンゴ門家の旧宅等を、改修し、同家より帰宅された北前船の資料等を、展示している。1989年開館。午前9時午後4時毎週水曜日及び、年末、年始旧オトナ500円団体450円精進。 小中学校300円団体270円。団体は20人以上 JR 竹尾駅副鉄バス。河野経営地全海上駅32分。河野下車すぐ、北陸自動車道鶴ヶインターチェンジから車で30分。南城サービスエリア IC から車で20分ウコンゴンザエモン家は、江戸時代初期の1680年に、河野裏の金草寺三代目、住職進むゆが、 四代目となる千、優の弟を寺の幼女と縁組させ、田畑三輪と共に、船一石を与えて分系させたことに始まる。代々のウコ家の船は、他の甲の裏のものと同様に、大見商人。しかし18世紀半ば過ぎから、大見商人の日所船として活動する傍ら、自ら商品を仕入れ、販売するかいつ見焼きないも、行うようになっていった。ウコ家は九代目。 うこんごんざによって大きく飛躍する。九代目は従来からうこ家が所有していた海鮮に加え、同郷で隕石関係にある中村サブローエモンテや小取引のあった大阪のトンヤ商人と海鮮を共同経営する積極経営を展開し、次々と海鮮を増やしていった。先代の八代目、ごんざいの亡くなった1853年時点で、 ウコンカ所有回線は3隻、利益が約1600両だったのに対して、10年後の1863年には、回線数11隻、利益は12000両余りに達している。詳細は、ウコンゴン財門を、参照は、明治期の実業家。日本海上保険を設立。詳細は、ウコンゴン財門を、参照は、日本の実業家。 慶応義塾大学部理財科卒業。日本海上保健社長。日本火災海上保健会長を務めた。南越前町北前選手の立ちウコン家の設置及び管理に関する条例。南越前町。2016年1月30日閲覧。ウコンゴンザエモン家の歴史。南越前町観光情報サイト運賃を受け取り荷物を運んだ船。 慶応義塾総欄対象3年196から199ページ。2016年9月28日閲覧。ありがとうございます。